エドウィン・ブラッシュフィールドはアメリカ合衆国の画家である。アメリカ議会図書館の天井壁画を描いたことなどで知られる。ニューヨークのブルックリンで生まれた。マサチューセッツ工科大学で工学を学んだ後、フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで学んだ。1867年にヨーロッパに渡り、パリでレオン・ボナに学んだ。1881年までヨーロッパに滞在し、特に イタリアを旅し、フレスコによる壁画を研究した。壁画画家として、評価を高め、1893年のシカゴ、万国博覧会の展示館の壁画や、いくつかの州の州議会議事堂やアメリカ議会図書館の、天井壁画を描いた。ブラッシュフィールドの作品は、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌや、ジャン・ポール・ローランス、ポール・ボードリーから影響を受けているとされる。 友人には彫刻家のダニエル・チェスター・フレンチや、画家のジョン・シンガー・サージェント、マックス・フィールド・パリッシュ、建築家のキャス・ギルバートラがいた。多くの美術団体の会員に選ばれ、ニューヨークのナショナル・アカデミー・オブ・デザインでは1920年から1926年の間、会長を務めた。アメリカ壁画家協会の会長を1909年から1914年まで務めた。 アメリカ建築家協会の名誉会員の称号を受け、1926年にニューヨーク大学から名誉芸術博士号を授与された。ありがとうございます。